ようこそ、上原健の闇の告白チャンネルへお越しいただきまして、ありがとうございます。ということでですね、本日はですね、えー、トレーニングに行き詰まってる方、えー、成長が止まってしまって伸び悩んでいる方に向けたですね、えー、動画を撮らせていただきます、えー。題してですね、超成果主義者であれですね、えー <coughs> まあ、こちらに関してなんですけれども、えー、トレーニングでですね、行き詰まってしまう えー、原因の一番大きなところにですね、まずはじめですね、自分はこうでなければいけないっていうですね、えー、呪いが自分自身にかけられているのではないのかっていうところがね、一個ございまして、これがどういうことかって言いますと、まあ、例えばですね、自分は超高重量主義者でなければいけないですとか、逆にですね、 自分は超理論派でなければいけない <laughs> で。科学やエビデンスに基づいたものを必ず遂行しなければいけない。っていう風にですね、思い込んでる方、こちら多くいらっしゃると思うんですけれども、こちらに関してはですね、えー、何がダメなのか、その高重量でやることがダメなのか、えー、理論に基づいて科学に基づいてやるのがダメなのか、 そういったことを言ってるわけではなくてですね、変化を恐れるっていうこと、あるいはですね、自分自身を自分らしさってものにこだわってしまうことがいけないんではない、いけないんではないのかなっていうことなんですね。えこれどういったことかって言いますとですね、あの、昨今ですね、やはりこの自己啓発といいますかね、そういったものですね、こう自分らしさとか、 自分らしく生きるっていうことがですね、えー、大々的に言われてると思うんですけれども、えー、逆にですね、その自分らしさっていうものをですね、誤解してしまって、自分は、まあトレーニングにおいてはこういうスタイルでやるとか、食事に関してはこれをやるとか、まあ、トレーニングから外れた世界に関しても、自分はこういう時にこういうセリフを吐く、こういう行動をするっていうことはですね、 えー、自分自身で定義してしまって、逆にですね、その、作られた自分らしさっていうものにとらわれて、苦しめられている、そういう人がね、非常に多く見受けられるんじゃないかなと思うんですよね。でトレーニングに関してもそうですよね。あの、トレーニング、やり方次第でね、いくらでも体が変わるにもかかわらず、えー、同じようなトレーニングをして、で、まあ食事に関してもね、 自分は、この食材が合ってるんだとか、この食材が合わないんだ、っていうことにですね、こだわりすぎるがあまり、えー、全く変化ができていないと、言ったことがですね、やはり多く見受けられるんですね。なんでね、こういった方はですね、もうどうすりゃいいかっていうと、もう、一個目に話した通り、本当に成果主義になるってことなんですよ。うん あの、い、二ヶ月三ヶ月やって効果が出ないんだったら、もうやめてしまえと、いうことですね。もうこれしかないんですよ。一回ですね、えー、自分らしさの呪いから解き放たれてですね、いつもと違うことをやってみたらですね、案外、違うことをやる、自分らしさにこだわらなくなるっていうことが、苦ではなくなるし、逆に自由になってね、それこそが自分らしさ。うん。人間っていうのはね、 やはりですね、移り変わっていく生物だと思いますので、<laughs> 移り変わることを含めて自分らしさなんだというふうにですね、考えていただければ、えー、その呪いからね、解き放たれるのではないのかなっていうふうにですね、えー、思ってるんですね。二つ目ですね。これがちょっと厄介なんですけども、これがですね、 周りの評価を気にするってことなんですよね。えー、これどういうことかって言いますと、例えばですね、周りの評価気にするっていうのは、結構ま、いろんな種類あると思うんですけど、まあ、あのー、言語道断なのが、こうみんなが、えー、見てる時だけ頑張るとか、あのー、まあ、そういう周りの評価を気にするっていうのは、ちょっとね、まあ、そんなの、直そうと思えばいくらでも直せるんで、ここでは触れられ、触れないんですけども、もっとね、こう、根付いてしまってる、 あの、周りの評価を気にしてないように見えて気にしてしまっているっていう例がね、あるっていうふうに私思うんですね。それがですね、例えば、あの、なんか目標を立てるとか、目標を立てなければいけないとか、行動に、行動にですね、一貫性を持たせなければいけないっていうふうに思い込んでることがあると思うんですよ。これあの、非常にあの、誠実で、 真面目に競技に打ち込んでるっていうふうに思われがちなんですけど <laughs>、実はそんなことってなくて、なんでかっていうと、この成果主義っていうことに関してはですね、もう成果を出さなきゃいけないんですよ。成果を出して筋肉を大きくしたり、カット出したり、体脂肪を落としたりってしないとですね、あの、ボディービルって絶対評価されないじゃないですか。なのにも関わらず、 何か目標を立てて、そこに向かっていくじゃないですか。そこに向かっていく途中で、例えばこう違和感が出るじゃないですか。なんかこれやって、これを達成しても意味ないんじゃないかとか、っていうですね、思いが出てくると思うんですけども、そこで頑固にですね、やり続けてしまうっていうのが、これは僕はですね、真面目さじゃなくて、 ただ周りの評価を気にしてるだけなんじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。で、なんでそういうふうに思うかっていうと、あの、やっぱりこの、人間のね、この集団生活、まあ社会生活の輪の中で、行動に一貫性がないやつって優柔不断だとか不真面目だっていうふうに言われるんですよね。まあそれはもちろんそうだと思うんですけども、えー、対してですね、ボディービルっていうのは、結局ね、 これはもう一人でやって、一人で結果を出すことだけ考えてでいいってわけではないんですけども、それが一番だと思うんですよ。じゃないと、大会出ても評価されないし、ね、勝てないんですよね。<laughs> なんで、その、わざわざ行動に一貫性を持たせる必要ってないんですよ。やってる最中にこれ違うなと思ったら、次の日から180度別のことやっちゃ、やっちゃってもいいし、逆にそうしないと <laughs>、 いつまで経っても体って変わっていかないですよね。じゃあ、なんでそういう、えー、目標に向かって、行動日韓性を持って取り組みましょうっていう風になるかっていうと、これですね、私やっぱり、えー、学校生活だったり、一番大きな部活動っていう背景があると思うんですよね。例えば部活動で、えー、なんかやるじゃないですか。この冬はこ、こういう目標があってっていうのをね、あのー、 周りのチームメイトとか、えー、顧問の先生の前で発表されるじゃないですか。で、それが達成できなかったり、途中でやめたりしたら、怒られたりとか、えー、周りから軽蔑されたり、あのー、スタメンからね、外されてしまったりとかね、するじゃないですか。なんで、その、どっかで、頭の中で、行動は一貫性を持たせなければいけないんだっていう、 ふうに思い込んでる節があるんですよ。うん。で、それは決して間違いじゃないです。間違いじゃないんですけど、その、正しい場面と正しくなくなる場面があるんですよ。で、どういう時に正しい場面かってなると、この周りの信用を得る時に行動に一貫性を持たせるってことは、非常に正しい行動になるんですよ。やはり、あのー、その日の思いつきで行動を変えたりしていると、もう周りの人間からはですね、 信頼を失っていくっていうことになりかねないので、やはりあのチームでね、進めているときは、え、行動に一貫性を持つ。で、ま、それを変えるときはですね、もちろん相談とかね、しなければいけないんですけども、ボディービルはね、もう超成果主義で、超個人主義なんですよ。はい。なのでですね、一番の目的は、周りの人間から信頼されることではなく、 一番筋肉を大きくするっていう成果を出すことなんですよね <coughs>。なので、その成果を出さなきゃいけないとこで、周りの人間の信頼を勝ち取ろうとしていると、明らかにですね、えー、この成果を出すっていうことと、信頼されるっていうことの、このですね、まあ、対立関係にあるわけじゃないんですけど、違う方向の努力になっていってしまってるっていうことがですね、間違いなく言えると思うんですよね。 えー、ですので、あの、あえて行動に一貫性を持たせないですとか、あの、あえて目標を持たずに、いろんなことを試しながらやっていくっていうですね、そういったですね、あの、優柔不断さを、いい意味での優柔不断さを身につけるようになるとですね、えー、これが成果につながるのではないのかなと、いったことがね、あのー、私思いましたんでね、はい、それをお伝えしようと思いましたね。